ました昨日の配信では。今日はね美容室行ってきたんですけど、髪だけちょっと暗くなっちょっと暗くなりすぎちゃったかなって思うんですけど、まあいいかな。まあまた色とかってさ変わったりするし、まあいいかなとは思うんですけど、ちょっと暗めになってしまいましたが、いいかな。そう、なんか今日はなんか髪質改善みたいなやつとカラーでやったので、髪質改善みたいなすると髪色がねちょっと明るくなっちゃうから抜けちゃって、だからそれのでカラーももう一回なんか髪質改善とプラスでやってもらったんですけど、ちょっと暗髪に なりすぎちゃったかなって思って、そうでもサラサラになったんですけど、なんかでも美容師さんにあの肌がね白いから、私なんかトーンアップ、ね、白くなりたいしそう白いあの肌白くなんていうの美白になりたいので、あのトーンアップしたねっていうお言葉をもらったので、まあいいかなって感じです。なんかちょっとく暗くなると少し顔色がなんかちょっと明るく見えるというか、なんかそうなんか美白に見えるらしいんですよね。がまあいいかっていうことで、うん、こんな感じですということで、まあそんな今日はねあれだったんですが、昨日は記念特別配信ありがとうございました。あの直接劇場に来てくださってた方もいるし、生配信で見てくださってた方もいるんですけど、雑巾さんバラさんありがとう。ひろとさんありがとう。あ、いっぱいありがとうございます。ホクピグさんもありがとう。ちょっと皆さん、あ、アーカイブでもねありがとうございます。明日行きますってこと、ありがとう。ちょっとねやってしまいましたやってしまいましたよ。はい、昨日はちょっとお騒がせいたしました。だいぶお騒がせいたしました。はい、いや本当にもともと自分が何やるかみたいなのはもともと指定されてなくて、なんかいろんな種類の企画、生配信で企画ごとがあったんですけど、本当に本番なんかやる人を決めたわけで、だからちょっと最初とかぐだっちゃってたじゃないですか。あのモノボケの時とか特になんかちょっと誰がやるんだみたいな感じでぐだっちゃってたと思うんですけど、本当に本番決めたので、誰がやるとかは、なので私もそうなるとは思ってなかったというか、あんなことになるとは思っていなかったんですけど、はい、
アーカイブでもカットされてなかったね。え、私はカットされるかなってちょっと思ったんですけど、裏で終わった後にヨッピーに、え、あれカットしなくて大丈夫って言われたの、言われたんですよ。それで私は、え、逆にカットしなくて大丈夫ですかみたいな、会社側はあのカットしなくても大丈夫なら私は全然大丈夫ですって言ったの。したら、あ、こっちは大丈夫みたいな感じで言われて、こっちは大丈夫って言われて、そう言われて、あー大丈夫なんですねって言って、あー、じゃあ大丈夫ですって、そう、そちらが大人の方が大丈夫と言うなら、まあじゃあ私も大丈夫ですって言って、そうなりまして、でなんか終わってさ、帰ってからもヨッピーからなんかそうめん最高って連絡が来た。そう、でも HKT で良かったなというか、なんか HKT じゃなかったらあんなにね、なんかこう自分もですけど伸び伸びみんなが楽しめないというか、なんていうんだろう、 HKT だからこそもう温かいね、なんか楽しめるグループだからね、そう本当に改めてありがたいなというか、みんながね、私たちがこうやらかした後に繋いでくれてたり、みんながあのいろいろ、うん、いろいろね、ちょっとフォローしてくださったりとかして、そう、なんか HKT でよかったなってちょっと改めて、なんかファンの方とかもすごく、なんて言うんだろう、温かいお言葉をねくださってそう、 HKT ファミリーでよかったと思いますが、だから渋ちゃんには本当にごめん、本当にごめんって謝って、裏でもね、でも渋ちゃんと終わってからさえちゃんと3人でご飯行って、そう、そこでもいっぱい話してたんですけど、もうしぶちゃんがやっぱその動画をね見返して、映像で見返しても本当にすごい大爆笑して、あー面白かったみたいな言ってくれてたんで、ちょっと安心というか、それをね、なんか傷ついちゃったりする子じゃなくてよかったという、本当にいい子だなというか、なんか最高だなっていう、最高っていうか、なんて言うんだろう、そこでね、やっぱあのどうしてもね、そういうの嫌な子もいると思うし、メンバーとかでもそういうの慣れてない子とかもいると思うので、そういうバラエティとかに、なのでしぶちゃんでよかったなと思って、本当に感謝でいっぱいになりましたね。そう、そうそう、でもあの本当に実際じゃあ酸っぱいの大丈夫な方ですか、あ、大丈夫な方ですか、酸っぱいのっていうか、お酢は大丈夫なんですけど、致死量入ってたお酢がでも裏帰った時にスタッフさんとかに、いやあれはやばいですよみたいな、なんか普通にこう、なんていうんだ、普通に食事をこうするペースだったらまだわかんないんですけど、私はなんかまあ
そうめんすすり企画だったんで、なんか一気にね、ああいうゲームってなんか一気にすすってるイメージがあったので、なんか普通にゆっくり食べてもなんか絵的にちょっとあんまりかなと思って、なんか成功する成功しないにしろ、こう勢いよくすすって食べた方がいいんじゃないかなって、そうなんか見栄え的にね、なんかスピード感あった方がなんかいいんじゃないかなと思って、なんかスピード重視で行ったんですけど、ここに入っちゃって、そうもっとすすってって言ってたもんね。そうそうそう、お酢がちょっと普段のお酢とね、なんか味が全く違うそりゃそうか、なんか料理とかにねお酢を入れるとかしか、調味料でしか使ったことがなかったんでね、やっぱそりゃ無理だよね。現役のそうお酢だったので、向かい合っていぶきに言われたんだっけ、そう向かい合ってって言われたので、なんかやっぱこう顔がね見える方がねちょっと面白かったので、いぶきがね多分言ってくれたんですけど、そうなんか距離あるよりね近い距離で食べた方がねなんか面白いかなって思って、そういぶきの振りにちょっとなんていうの、振りというかいぶきの指示に従って向かい合って食べたんですけど、そう画角的にもさちょっとさ距離空きすぎてるとさ、なんかちょっと引きになっちゃうじゃないですか、一つの絵にさ入らないじゃん、カメラの画角に、だからさ、まあ、近い距離の方がねいいかなと思って行ったんですけど、なんか近くでやろうって思ったんですけど、したらなんか距離感的にすごく綺麗に渋ちゃんの頭にヒットしてしまって、コバコバありがとうございます。そうなんか絆がねやっぱそうですね、絆は生まれたかも。なんかしぶちゃん一回こうそうめんを食べたらしいんだけど、最後にみんなが片付けてる時にもう一回すすったらしいのよ、しぶちゃんが。それで吹き出しちゃったらしくて、最後にねそこでちょっとまた汚したらしいみんなが片付けてもうしぶちゃんが吐ける前に一回もう一回食べたいとか言って食べたら、それを吐き出しちゃったらしくて、ブホって、多分映像には載ってないかもなんですけど、そう吐ける直前にもう一回食べたらブッって、なんかそこでもまたちょっと散らかしちゃったらしい。そうそうそう、2度目の悲鳴が多分それだったと思う、しぶちゃんがね食べたかったらしくて、そう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 、映ってないところで食べたらしいんですけど、普通に食べれると思って食べたんでしょうね、したらもう吹き出しちゃったらしい。そう赤ちゃんたちのアップの時かな、そうみんなが片付けてる途中にねそうやっちゃったみたいですよ。そう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 、多分ねもう普通にねパクパクこうゆっくりね食べてたらまあ口には入るとは思うんだけど、口にも入ると思うんだけど、多分すすったら誰でもあれはちょっとむせちゃうかもしれない。そうですそうです。
うちわで防御危なかった。ファンの方の方に飛んでたかもしれないね。そうじゃあそう目の量多くてね。そうそう、なんで記念配信の時にあれをやろうってなったのかちょっと私もわからないんですけど、そう台本にねいろんな企画が載っていてね、ちょっと大丈夫かなってちょっと心配でしたが、そう心配してたけど心配が現実にねえ、ちょっとでもそうですねみんな心配をおかけしました、ご心配をおかけしました。体張らなくていいのにだね。いや成功する気満々でしたよ私も。もちろん。うん。ある意味とかね、ある意味成功。しばらくお待ちくださいタイムズ。本当に感謝です、みんなにも。本当にみんなにも感謝しています。いや私も本当にもう本当にさ、本当に愛理ちゃん可愛いね、愛知可愛いね、もうこの言葉だけでいいですけど本当はね、その言葉はやっぱ嬉しいですよ、ファンの方の。そうですけど、まあね、やっぱそういう時にね、やっぱりそうね、盛り上げというか、やっぱりね、そう盛り上げることもね、やっぱり大事というか、そうね、いやなんかそういうのがさ、なんか私はなんか好きなのでねくだらないこととかなんかやっぱやりたくなっちゃうというか、好きなんでね、そうなのだから面白いこととか好きなんですよ、やっぱりバラエティーじみたこと、やっぱ面白いのが好きだから、やっぱねつい盛り上げたくなっちゃうね、そういう面でも。まあちょっと少しでもね、昨日のアーカイブの再生数が稼げているのであればいいのかなとそう、いや私も怒られたくないんでね、そう怒られたくないんで、いやそうでも大人の方にはヨッピーにはもう最高だって言われたけど、もう大丈夫です。あとそのユニバさん CD のね、会社のユニバさんも来てたし、ニコ生とか担当されてくださってたり、いろいろまあディレクターさんみたいな方もいて、大丈夫でしたみたいな言われていや大丈夫じゃないよねってなったけど、すいませんみたいな、すいませんちょっと映像を見出してしまいましたみたいな言ったら、ユニバさんとかも
いや面白かったよみたいな、もうなんか、いやあれはもうなんかそうだよねみたいな、なんかもういろいろフォローしてくださって、なんかなんだろう、本当にお疲れ様みたいな、お疲れ様ありがとうみたいな感じで言ってもらえたので、大丈夫ですまあね、そうそういう企画をね自分でやろうって考えたわけじゃないので、はい、自分でね提案してやったわけではないので台本に従ってというか、その企画がねもともと用意されてたので、その企画がそれに参加したらああなったっていうことでございます。はい、そういうことでございます。まあでもね、いろいろありますけど、いろいろあるとは思うんですけど、まあまあまあバラエティということで、ファンの方はね、見てくださった方とか、リアルタイムでもそうだし、あアーカイブでも、まあそういう記念配信をね、見てくださった方、来てくださった方もありがとうございました。昨日はそう、ありがとうございました。なんか私は今まで4作連続シングルの記念配信こう出させていただく中で、全部、4作っていうか、B さん、君はもっとできる、バケツで全部私司会だったんですよ。そう、司会担当だったので、なんか今まで台本とかなんか進行係でやらせていただいたので、なんかそうそうマリアさんとやっててずっと連続でやってたんですけど、だから今回初めて進行じゃない役割で、まあ役割なし役割なしだったんで、そうなんか結構いつも疲労感がすごかったのよ、司会の時の疲労感というか、なんか喋ることも多いしね、なんかそう結構やらなくちゃいけないことというか、いろいろ回収したり、みんなのあれにね、そうフォローしたりとか突っ込んだり回収したりとかで、結構な体力をね使う役割だったんですけど、なんかそう今回は役職なしだったので、なんか逆にすごいちょっと自由にやらせていただけた部分もあったり、なんかちょっとそうそうそう力を抜いてね参加できたというか、そうなんかそうで、でも YouTube のコメントを拾おうと思ったんですけど、なんかあんまりいいコメントがなかったいいというか、なんかその時にふさわしいコメントみたいなのがあんまなかった、ラグがちょっとあって、そうラグがちょっとあって、なんかその時にふさわしいコメントを読めなかった、あんまり、そういいコメントがなかったっていうとちょっと語弊がなんて言うんだろうな、そうそう、しかもなんかコメント入れる隙間あんまなかったんですよね、そうなんかその読むほどじゃないなっていうところも
なんかタイミングがちょっと難しすぎて、そうそうなんですよ。でもしかもなんか結構そう、なんか多分 YouTube のラグがあるのかな、少しわかんないけど、ちょっとねこちらに届くのねすごくラグがあっちゃったかもしれないです。あとは何々ちゃんとか、なんかあ、そう広告とかも入っちゃったし、なんかアイチーとかクリナ、クリナ可愛いよとか、クルタン、クルタン可愛いよ、イブキ可愛いよみたいな、そういうコメントを結構多かったからちょっと拾いづらかった。うん、そうちょっと難しかった、難しいっていうか、そうなんです。まあまたね、なんかそういう配信があった時は、ちょっと Wi-Fi の関係もあるかな、確かに確かに、先読み、そうですそうです。そうなんだよ、ちょっとね人数多かったしね、ガヤもありましたのでね、確かにちょっと、そうですね、いろいろちょっと濃い時間になりました。ね、すごくすごい、でも司会じゃなかったけどなんか疲れたな昨日終わってからなんかどっと疲労がちょっと、どっと終わった後どっと疲労が、渋井ちゃん普通にそうめん食べてたんですけど、なんかはける前にもう一回こう食べた時にもうむせちゃって、もう全部口から出しちゃったみたいです。だからもう余計片付けがちょっと片付けを増やしたの。お酢で、お酢は疲れが取れるはず摂取してない、摂取しきれてないな、やっぱ食べきってたらよかったか。生放送じゃなくて編集されてたんかな、いやーどうなんですかね。だからえ、それカットしなくて大丈夫って言われたんです。いやカットできるらしいんですけど大丈夫って言われて、いや会社が大丈夫なら大丈夫ですって言ったの私は。会社側が大丈夫なら大丈夫ですって言ったら、あこっちは大丈夫って言われたんで、そうこっちは大丈夫、あいち大丈夫って言われて、あそっちが大丈夫ならもう、あいいですいいですよみたいになった。そうそういうことです。だからカットされなかったんじゃないかな、わかんないけど、私が嫌ですって言ったらカットされてたけど、もう私はもう会社に、会社が OK ならいいですって言ったんで、そう私の、私がね OK か NG か聞いてもらえたけど、ちゃんとちゃんとあのカットしてほしかったら多分カットしてくれたけど、いや大会社側的には大丈夫っていう感じだったんで、あじゃあ大丈夫ですっていう、なんかもう何でもありの HKT ですね。うんそうですね、あ、ニコ生届いたよ、ありがとうございます、ゲットしてくださって。ニコ生届いてる方もいるけど、ちょっとニコ生のやつちょっとまだ届いてない方ももしかしていると思う、でもちゃんとみんなの一人一人
書いたのでちゃんと届くと思うのでお待ちください。よろしくお願いします。そうそう、いやでもちょっと肉の元でいた、ありがとう、全部残ってます。はいはい、もうまた一つ、また一つちょっと衝撃映像を残してしまったよ、この世に。本当にこれでゲーム、ファンの方に幻滅されるわってちょっと頭をよぎりましたね、その終わった後に。これは引かれてもしょうがないって思ってファンの方に引かれても、なんかそう、私のファンの方に、私のファンの方でちょっとちょっと引かれたな、これは絶対にって思って、ちょっとね、そうごめんねと思って、ファンの方にちょっとさ、愛理のちょっとね、お見苦しいというか、ちょっとお下品なので口から物を出して、普段しませんから普段しませんけど、そう思ってたんですけど、ファンの方にね、そうこうやって言ってくださって、そうありがとうね、すいません。いや私のファンの方がそう思ってくれてるならもう大丈夫ですね私は本当に、より好きになりましたってくもうそういうファンの方がもうそう言ってくださってるならも、確かにしぶちゃんファンの方にもね、ちょっと本当に、あでもしぶちゃんファンの方もちょっと優しい、お優しい方が多いのかな、なんかね、そうそうそう、じゃあだからしぶちゃんが食べ続けてたんですけど、最後に吹き出してたね。でもそこが映像載ってないから、そうなの、ちょっとあれなんですけど、悲鳴が聞こえるのかな多分、それでちょっともう一回してみてください。いや本当にあれ酸っぱいからうん、そう、まあちょっとね酸っぱくないんだろうみたいなさ言われるかもなんですけど、いや酸っぱいは酸っぱいなんですけど、酸っぱいですけど、そう、まあ全部ねちょっと映像に乗り切れてない部分、そうですね、ちょっとねしぶちゃんファンの方にも申し訳ない、うちの推しに何してくれてんだっていう、そういう方はまだいないけど、もしかしたら直接言われるかも。でも申し訳ないね。でもご飯おごったんで、おごったというか半分、さえちゃんとしぶちゃんと3人でご飯行って、そうしぶちゃんは、しぶちゃんの分はそう、さえちゃんと一緒に2人でお会計したので、そう、でもまたまたね遊ぶ予定あるので、近々お出かけ行く予定あるので、そこでもなんかおごりたいと思います。でも渋ちゃんが本当に
面白かった楽しかったって言ってくれてたのがもうあの私の救いですね。終わった後とかにもうそう言ってくれてるのがもう動画見て大爆笑してたし、しぶちゃんもそう本当に面白い本当に楽しかったって出たのはもう本音だと思うので、私はもうしぶちゃんのそれがねやっぱそう思ってくれてるのはねやっぱ私も良かったと思った瞬間でありました。そうなんかバラエティーというか、でもしぶちゃんはねすごいなんかなんて言うんだろう、なんていうの言葉が出てこない、あのさちょっと肝が据わってるというか、そうなんかあんまり何でもビビったりしない感じがあるなーと思って改めてそうタイプなんかそんなちょっとやそっとじゃあんまりなんかちょっとやそっとのことじゃなんかあんまり泣かなそうな感じですね。いや終わった後、終わったっていうかその企画あ片付けてる途中、あじゃもうこれ何回も言うんであれなんですけど、じゃもう本当にあの片付けてる時みんなが片付けてくださって、あでもまあちょっと処理してる時にしぶちゃん食べてたらしいんですけど、最後にまた吐き出しちゃってたらしいんです。吹き出しちゃってたんだって吐ける前に。でもそれは映像に載ってないです、しぶちゃんね。はいもうこれ 3,4 回目ぐらい言っちゃってます。そういぶきに吹き出してたんだ。私もちょっと見れてなくて片付けちゃってたんで自分の周りとか見てないんですけど、うん食べ続けてはいたらしいんだけど、なんか最後の最後にまたこう吹き出しちゃってたみたいです。もうこれそうそう食べ続けようとしてたのかな、しぶちゃんが食べ続けようとしてたんですけど、開ける前にまたその無理して食べ続けようとしてたからもう吹き出しちゃったって。そういやしぶちゃんそうめん食べたがってたからねやばい本当にちょっとおかしいおかしいよ、あれ酸っぱすぎますから。てかおいしくないもん。あ肝がそうそう肝が座ってる。まあそんなような感じで昨日はなんかみんながいいことじゃないうまいこと言ってたんですけど、リリース記念配信じゃなくてリバース記念配信だったねみたいないいこといいことじゃなくてなんかそのちょっとうまい座布団1枚みたいな感じのコメントがなんかあったりしてちょっとクスッと笑ってしまいましたうまいこと言ってんなーと思ってちょっとなんだろううまいというのがちょっとくだらないけどもなんかそんな感じのようなコメントがあって見ててちょっと
クスってなってしまった。そうめんずはさやちゃんが考えてくれました。そうめんずはそうめんずはみたいな感じでなんか言ってくれて、えみたいな、ご飯食べてる時に言ってくれて、えそれいいねみたいななって、そうめんずの図はカタカナでいいのみたいな。ちょっとくだらないことにもさやちゃんはちょっと乗り気でしたね。そんなこと言ったらさやちゃん乗り気じゃないわとか言うかもだけど、でもなんか提案というか、そう、ちょっとなんかね、そういうのにも積極的に、そうめんず、はい、炎上路線、え炎上路線したい。そうめんずで炎上路線だな、これはどうでしょう。そうめんずで炎上路線はいいよね。そう。炎上路線。え、しばちゃんって言ってないと思う。なんか曲名もうちょっと合っちゃってるね。炎上しかねない。何時からやったっけな、これ12分、あもう55分、わお、わあ、ちょっともうそろそろ終わります。皆さん昨日の失礼しましたと、ごめんなさい。ちょっと渋ちゃんファンの方がもしね現場とかで会ったら、うちの愛知がちょっと本当にごめんなさいとちょっと声かけておいてくださったらありがたいです。渋ちゃんファンの方にその説は、うん、ブースティーのイベント私たち HKT 出ます。ではランキング見ます。13位キムケイさん、12位シーカーさん、11位ヤクさん、10位 MJ さん、9位マサポンさん、8位タモちゃん、7位コバコバさん、コバコバ、6位バラさん、5位カツオのたたきさん、4位雑巾さん、3位タータンさん、2位フォクペグさん、1位ヒロトさん、ありがとう、ありがとうございました。皆さんありがとう。でもあちょっとまだ寝ないでくださいね皆さん。オールナイトフジコが25時5分だったって今日多分、よろしくお願いします。でも福岡は見れないので TVer とか FOD で後から見れるのかなでチェックしていただけたらなので、とりあえず関東の方、見れる方はぜひよろしくお願いいたします。では、バイバーイ。明日も渋谷ツタヤで会える方お待ちしてます。おやすみなさーい。